どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。 The My First トロールレベル、私の初めての騙しコースということですね。大丈夫かな、初めての騙しコース、クオリティとかバカにしすぎだろで、説明文に罠の確認をまともにしていないので作動不良があるかも。ゲッソーは出てきません。大丈夫だよ制作者さん、心配しなくても。プレイする側の方が不良品だから。誰が不良品だって、そう思ったやつ出てこい。はい、それじゃあ抵抗感クリア率は 1.39%。 そういや最近さ、僕の動画を子供に見せるのはどうかなって言われたんですよ。いや逆だからな、いい大人がこの動画を見てるのがどうかしてると思うよ。そこんとこちゃんと分かってほしいですね。キャリワククッパ様。いやそれでね、僕の動画を家族で見てくれてるっていう人も結構いんのよ。いやすごくない、僕の動画だよ、僕の動画を家族で見るのはやめてください。いや違うんだって、やめてくださいってそっちのことじゃないからな。家族で見てくれてね、ほんといつもありがとうございます。さあここはつららに乗っていこうか。つららに乗りたまりよ。そもそもよ、下に床全部あんのかっていう話だよな。この先落ちるとかそういうことは、うん、ないね。でもこのつららが来たら壊されるみたいな、やっぱりそういうことみたいですね。でこの四角の枠は何、始めたばっかだからといって叩くなんて思うなよ制作者。なんかあれなあ、期待してたよ今。隠しブロックが出てきた瞬間さ、無言カット入れようと思ったけどそれもできなくなったじゃねえか。さあこのツタのところがすごく怪しい。多分だけどこの四角の枠は叩いてツタに捕まる。そうだろう、さかなくんなよ。そしてこの右のブロックはなんだろうな、この四角の枠は。あ、ここで捕まるんじゃない、これ大丈夫。ああ、あっ、あっ、あっ、何キョドってんだよクッパ。おい、そんな雑な扱われ方していいのか。ちょっと一緒にキョドろうか。右左右左、このクッパに当たんないようにしようか。ここスクショしていいよ。え、こんな正面から見れるもんだろクッパって。じゃあこのドアに入っていけっていうことね。UFO キャッチャーじゃねえんだぞ。いやこのクッパ様かわいいな、こんな初めて見たかもしんないこれ。じゃあここどうやって行けばよかったんだろうね。リフト降りるでしょ、でブランコに捕まった瞬間すぐ降りてみようか。無理ー、あ、左の土管に戻れんちゅうことか。ちゅうことでこのブロックを叩くと一番左で逃げる。そしたらここに砲台が落ちてくるから、その砲台に乗って土管に戻ります。いやなんか今日優しい気がすんの。そんなに難しくないんでねえの、今日のトロールコースはよ。じゃあ地下ブロック降りるの、あの目と取らせてくんのかい。メッテ、それは取れる、メッテ普通に取れるじゃん。優しい優しい、ぬるぬるのぬるゲーだよ。しかも中間ポイントゲットで、あ、ここピンクコインコースなの。右の土管に入ります。なんかピンクコイン4枚集めろみたいな書いてるよね。うわやっぱそうだ、多分こっから開始なんだよ。でもさ、行き道が3つって少ないよね。一つ一つ長いとかそんな感じなんかな。さあ左の土管か右の土管、あれ2つしかない、こっちは何なんだろうな。もしかしてこっち、うわ絶対そうだ、こっちに一つのピンクコインがあるんだよ。このメットはかぶれそうにない。じゃあ下に行こうか。この前コメントでさ、テンションをぶち下げてやってみてくださいテンション上げてじゃなくて、じゃあちょっとそれでやってってみようか。もうとてつもなくテンション下げていくわ。いや違うんだって、こんな何回も同じ罠に引っかかるやつの動画なんて見たくないっすよね。僕もね、やりたくてやりようわけじゃないんすよ。そうなってしまう時があるっていうか、まあ隠そうと思ったら隠せるよ。編集でね、いくらでもなんぼでも隠せるんですけど、うん、ここ靴履いてよかった、あのメットいるんじゃない、メットここで投げないけんのやないの。やっぱゴミだ俺。逆にテンション上げていきますよ。ここはメット置いておく、そしてこのメット持っていけばいいのさ。でここで投げれないわ、待ってメットちゃん、こっちで投げるのが正解なんですわ。さあここのハテナを叩いたらこの靴が降りてくる、だから下に逃げれば問題ないんですわ。さあこの靴を履いてここでヒップドロップでもかまそうか。なんかこのシーソー動いてるね、めちゃめちゃ動いてるけど、ここでヒップドロップかませば何が出てくるのか。坂だー、ブービーバービーボーバービーバー。やっぱ俺はダメばい、こんなんじゃ誰も見てもらえるわけがない。
テクニック含め実況もマジでどうかしてると思う。でもこんな俺でも一生懸命頑張ってるんだよ。そんな頑張ってる俺にノーなんて言わないで。ビーバービーバービーバービー。そろそろ真面目にやっていこうか。もうこれ以上ふざけたらマジで怒られるかもしんない。さあピンクコインゲット、これで終わり。わがなんて急にここつながるなんてさ。でこれで本当に終わりっていう感じなんだねえの。さあ中間ポイント、よし。一個一個そんなに長くないみたいだね。さあ次の場面に行きますか。なら次は右か左か。その前に上を調べておこうか。この辺隠しブロックは特に何もなさそう。じゃあ左の土管行きます。はいどうもこんにちは。ハテナブロックが1個あるね。このハテナを叩いてオンオフが変わる。なんかめちゃめちゃ早く左行ってない？見えない見えない。出せ出せ出せ。あんなにねギャラリーがいたら見えないんですよ。じゃあここはジャンプしまくってかわします。ギャラリーそんなに見たいのはわかるよ、この実況を。でもさ YouTube にアップするまでちょっと待っててよ。じゃあこのオープンは何コインか、一旦取っておこう。コイン、よくもやってくれたな。たかが1円の分際だ。1円をバカにするな。ここは開けんだろ。開けよ開けよ。よしよしよー。大丈夫さ。さあフロー様を通って、オンオフするか、それとも下のつらら行くか。オンしたら閉じ込められるだけさ。さあここで、うん、ごめん、なんなんなん、もうやめてやめてよ。もうギリギリでいけない。もうちょっと、もうちょっとファイヤー様向こう行って。ファイヤー様ファイヤー様、この脳トンか。ならこのオープンブロックを叩いていいんでしょうね。そうしたらバブルかなんか出てくるみたいだ。バブルは出てこない。だがしかし下に何かやられたのが見えた。これによってワイヤーが届くみたいだ。なるほど、そういうことか。仕掛けは全く分からんぜ。さあチビになりのあの恋のところまで無事に進ませてくれた。さあ、いや今度は何もしない。バカだろ。もう勢いだけの実況になったろって。まあ私勢いだけで生きてる人間ですからね。まあそう思われても仕方ないかなって思います。それがね楽しいと思って見てくれる人がどうかしてると思うで。さあラスト右の土管の方に行きたいと思います。これでラストとか全くもって思うけどね。最後の鍵ドア入るとまだまだ騙し要素たっぷりだとそう思いたいぜ。このブロックは特に何もない。こいつはなんだ。めったー、ここ登っちゃった。左降りれるかな。いや、でもなんか足場あったね。え、針かなんかあったっていう感じかな。じゃあこのメット戻ってこれよかしねえな、ここ絶対そうだろ。ほらな、やっぱり戻るねえじゃねえか。いや、これは誰が来るんでしょうかね。上からブラバが降ってくるのか、それでも魚が出てくるのか。大量の量使う基地だ。そういやね、チャンネル登録者数20万人に向けて僕いろいろと準備してるんですよ。少しだけネタバレをすると、もちろんプレゼント企画あります。そしてツイッターをフォローしてくれてる方限定でどうでもいいプレゼントがあります。マジでどうでもいいからツイッターフォローしないでいいと思うよ。じゃあこのスネークブロックに乗ってここ。でね、僕まだ迷ってるところがあって、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、みんな何もらったら嬉しいかなと思って。どこ行ったマリュだ。君の姿が見えたよ。え、これ普通入れる。俺なんだったの。優しいとかあんじゃねえか、制作者さん。名前忘れちまったけど、ちょっと見ておこうか。ファイスさん、ちょっと言いにくいね。これは何、魚なんでねえの。鉄球か。あの鉄球は特に意味はない。で、フラワーを取れっていう感じだよな。うわ、上と右どっち行く。違う、上と左か。じゃあこっちのフラワー取ってどうなるんでしょうかね。だだだだだだ、解きますか。解け解け、シューリーよー。じゃあ上のハテナブロックかな。このハテナを叩いたらどっかにフラワーが落ちてくると思うんだけど、多分ここだと思うんだよね。なんでだって、糸が咲いてるからさ。よっほっほっほっ、あざー。ではでは、フラワーを取った瞬間すぐ左に逃げる。まったく違う花が出てきてくれちゃって。このブラックパックもさ、アイテムになってブラックパックマリオとか出てきてくれればいいのにね。いや、めちゃめちゃ強そうじゃない。どんな攻撃があるんだろうね。ツバ飛ばすみたいな。猫パンチ。ここでチビになれないの。左行きすぎたらさ落とされるから、この辺でチビに、チビにならして、チビになれないのね。じゃあ別のところでチビになる必要があると。この針で、この針でチビになって下に行こうじゃないか。まあこれで下に行ったところで何か、うわ、また四角の枠があるさ。これ今度は何もないのか。
あるかい。さあさあ、これで全てのピンクコインが集まりましたよ。これでもう終わりなんかな。中間ポイントのところまで行かせてくれるね。でピンクコインをゲットしーの、これでねゴールが目の前にあるかっていう話なんだよな。さあゴールよ。ギーデスじゃないんだよ、もう嫌だって。もうこのまた集め直しとかはないかな。あ、いや合ってるっぽいよ。ここからゴールが見れた。さあこれは上か下か、1/2。うわ下からがさ絶対罠だと思うけど、もう下から以外ないよな。上はいける。よし、これでゴールができないだろ。なんでよ。おい、何や、待って、間違えてスタートしてしまったけど、なんでゴールできねえんだよ。意味わからんて。鍵はいや、この鍵が手に入るだけまだいいね。で、さっきのところどうやってゴールするかっていう話なんだよな。下から行ってもダメ、上から行ってもダメだったでしょ。でこーん、なんか今度上からゴールできそうだね。あ、わかった、さっきのは絶対やられなきゃいけないんだ。だからなんでよ。伊藤もて遊ぶでも大会せんか。上から行ったらいけないでしょ。じゃあもう下から行く以外ないよな。今度はゴールさせてくれるみたいな。やいや、なんでだろうね。多分オーフが関係してくるとは思うんだけど、この仕掛けはマジで分かんなかったわ。正しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは黒コース、疾走メットをかぶり1/1を駆けるけど、これね今回1/1なんだけど、以前1/2をやったことがあるんですよ。その1/2がマジでめっちゃ難しかったんだけど、制作者さんが同じ1/1バージョンですね。で説明文に難易度星に、最後はゴール奥にある扉に入ってください。いや、この人が作る難易度設定マジでおかしいのよ。クリア率が 0.2% なのに難易度星にいてどうかしてると思わない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.2%。 いや、以前 1/2 をやらせてもらったって言ってたんだけど、今回の 1/1 の方が簡単かもしんないね。だって 1/1 の方がさめちゃめちゃやり慣れてるもんね。さあ速攻で右ダッシュ。メットはどうした。はいはい、最初からダッシュじゃなくてメットをもらってスタートっていう感じなんだね。さあメットかぶりの、まずこれ多分メットでしょ。時間は30秒あるのか、意外とあるね。でメットとメットの間隔も割と近い。え、これそんなに難しくないですか。まあそんな簡単にクリアさせてくれるわけがないよな。クリア率がめちゃめちゃ低いんだからさ。でこっから思い切り右ダッシュしていこうか。これでうわそこ引っかかんのか。でここで待って、メット助けなさい。分かったよ、最初メットかぶるじゃん。そして土管もどきの手前、ここでジャンプすればよかったんじゃない。いや、これいけるかな。頼む、次のメット、メット、よしよし。で次のメットはどこ。うわーいよった。やば、こういう何かに追われるやつめっちゃ楽しいな。いや、これは大丈夫かな。いや、ギリギリ被れると思いますよ。メット、みんなめっちゃ早い方法思いついたね。一番左からメットを出すタイミングでダッシュ。この方法だったらワンチャン最速取れるかもしんねえな。で、ここまでは全然いいんだけど、三つ目のメットよね。この三つ目のメットを被るのがマジでめちゃめちゃ難しいのよ。で、引っかかんだってそこ。メットは大勝。難しいよ、難しすぎて。メットどこ、メットどこぐらいしか喋れないよ。こっからよ、こっから。ナイス、これでメットは、なるほど、そこに落ちてくるのか。それが分かっただけで攻略できると思うな。多分だけど3つ目のメット取るのがめちゃめちゃギリギリだから、ジャンプしてこのまま下に降りる。これで下から取れるっていう感じなんじゃないかな。で次はメット。もう何個目が上がらん、何個目が上がらんから、このメットはサトシと名付けよう。で次はツヤシュ、ツヤシュ、ナイス、ツヤシュ。で次はピカチュウ出そうか、ピカピカチュウ。で次はピッカー。ここでサトシをかぶりーの、で次はピカチュウだったよね。ピカチュウをかぶりーので、これは上から人影を取る。でこの後の問題はゴールだ。いや、こっち来たけど大丈夫かな。このドア入れちゅうことか。でメットかぶり、やべえ、時間がない、時間がない、時間がないよ。僕もなかなか上手くなったっていうもんさ。みんな見てて、これで絶対クリアするから。あの3つ目のメットがあるじゃん、あのサトシんとこ、強しかサトシかわかんねえけど、これさえ乗り越えればそんなに難しくないよ。ここもダッシュジャンプでかぶっていく。で次はピカチュウだよな。ピカチュウからの人影で、こっからダッシュすれば、いい、引っかかんだ。あー、何やってんだ。いや、マジでわざとじゃないんだって、信じてほしい。ちょっとね、最速を意識しすぎたからプレイがおろそかになってましたね。でここはちゃんとジャンプして右上越えていく。もう最速なんてどうでもいい、クリアしまえばいいんだ。これは残り何秒、4秒。いけるか、いけ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 、
たのに、デビューが早く売らせてくれないから、いやいやじゃもうあそこまで行ったらさ、クリアっちゅうことでよくない？あと 0. 何秒早いのを見せるだけじゃん。もうそんな別にね、いらないと思うんですよ。まあそれでも絶対にクリアして見せるんですけどね。この階段よね、問題。なるべく階段を引っかからないように行け。今ちょっと噛みそうだったけど、これは絶対行けると思うよ。行け、バリュー、行け、バリュー、行け、バリュー、バリュー、よーし。めちゃめちゃきつかったこれ。でも以前の1の2と同じく本当にすごく楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。